マージを全部落ちて、ほうほうほう、早稲田の会場で受験、はい、昼休みに、はい、こうやる。僕、アイドルが大好きなんですよ。お、そういうことは、なるほど、むちゃくちゃな悩み方ですね。はい、Hello there、始まりました、もちゃちチャンネルです。今回はですね、はい、たくまんです。よろしくお願いします。はい、ね、今回はですね、そんなたくまさんに今までの勉強聞いていこうかなと思うんですけど、はい、よろしくお願いします。YouTuber の中で、まあ、一番似た感じといえば似た感じじゃないですか。受験と英語ってやってる方なんで、英語系で受験ってあんまいなくないですか。パスラボぐらい。ああ、最初はそのつもりもなかったんですけど、はい、まあ、出してるうちにやっぱり一番英語を勉強したんで、はい、必然的にそうなったなっていう。慶応大学法学部、はい、政治学科、名古屋大学も受かってるっていう、はい、謎の、いやいやいや、謎ですか。旧帝大を蹴って慶応に行くんだ、いや、ね、これはいろいろ揉めましたよ、家族会で。ですよね、はい、そう、自分は千葉大なんで、まあ、受かったので、あ、慶応と千葉大で受かって、で慶応を選んだんですけど、はい、揉めたんですね。うちは親とかもう自分の好きなようにやらせてたんで。ああ、そうですか。まあ親も最後はそう言ってくれて、はい、東京に出たかったんで僕は。そうですね、はい、っていう、もうそれだけで選んだんですけど、っていうのと、まあ名古屋大学理系だったら、はい、やっぱり宮廷の方がいろんな研究できるでしょうけど、はい、文系っていうことに関しては、うん、東京に行く方が価値があるんじゃないかなと思ってましたね。なるほど、文系を理したということで。いやいや、そんなことない。決してそんなことない。分かって TV みたいな、ね、文系でプラス何ポイントみたいな。よくありますからね。大学受験ですね、高3の時はどうだったんですか。ボロボロでしたよ。あら、別にマーチをディスるわけではないですが、はい、マーチも全部落ちて、ほうほうほう、正直マーチだったらどっか受かるだろうって、はい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 、思ってたんですけど、まあ、一貫性全然高校時代は勉強しなかったので、はい、まあ、やっぱり難しいんだなっていう。浪人をして、まあ、慶応とか名古屋とか、まあ、マーチとか。浪人はどうしたんですか。浪人は一応予備校に通ってたんですけど、大手予備校ではなくて、はい、もう本当に地方にしかない、小さいその県にしかない、はいはいはい、予備校に行って。何の科目を勉強したんですか。それもうその時は英国日本史に特化して、はいはい、総計を狙おうということで、はいはい、その3科目だけ。あ、現役の時は。現役の時も一応その3つ。あ、英国、はい、でもまあほとんど勉強してなかったんで。あ、そうだね、まあでも共にセンター試験は全科目受けようって。あ、ほう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 。2年連続全部受けました。じゃあ一応その国立系の勉強もしてた。いや、センターっていう意味だけで。まあ、英語はね、いろいろと聞きましたけど、その時に、はい、単語をやって、品ネクステ、はい、読解とかは、ね、英文解釈の基礎学をやって、はい、その後ポレポレをやって、はいはい、西さんですね。そうです、はい、をやって、そこからは、まあ、やっておきたいとかを挟みながら過去問を挟んでいくみたいな感じでやって、はいはいはい、予備校の授業と並行していろいろ。そういう感じですね。でも予備校の授業は正直言って内容が微妙だったんですよ。なんで、そうですね、自分は勉強習慣をつけるために行ってたみたいな感じで、授業中も結構単語帳開いて内職したりとか、あ、へ、結構予備校に行きながらマイペースに過ごした1年でしたね。国語はどうしてました。現代文は田村先生のヨゼミの、はいはいはい、優しく語り、昔のヨゼミですけどね、もう全然いないですけど、遥か昔のヨゼミ、優しく語る現代文でしたっけ。優しく語る国目ちょっと迷いがあったね。語る現代文のとかやりつつ、そこから現代文へのアクセスを、はい、やってっていう感じで、あとはまあ語呂語、古文、あ、はい、単語を覚えて、ね、はい、それもは Z 界の古文上達とかで練習していったみたいな感じですかね。はい、漢文は別にやった。漢文は早覚え速答法、あ、はいはいはい、ありますね、はい、をやった後、これも Z 界の漢文道場をやったっていう感じで、はい、日本史は、日本史は唯一その予備校の授業をプリントとかで勉強していって、うんうん、まあ、あとは実況中継、あ、はいはい、はい、感じで、あとは日本史の100題とかでアウトプットしつつ、はい、過去問やってたみたいな感じ。現役時代から慶応は考えてたんですか。そうですね、東京の大学に行きたいっていうのがあって、うん、で東京の国立大学ってとんでもなく難しいところになっちゃうじゃないですか。東大一橋、はいはい、こう首都大だったり東京学芸大とか、うん、まあ、横国とかもありますけど、はい、って考えた時に、東京じゃないですか、ね、まあ、ちょっと外れます。総計ちょっと華やかそうだし、現役の時マーチも総計ももうやったんですね、もうほっぱみじんにされましたね。
浪人時代はもう結構多かったです。センター利用でマーチをとりあえず全部抑えて、なるほど、で受かった。上智大学慶応の法学部政治学科で、慶応の法学部政治学科が第一志望、ほうほう、経済と並んで2つ第一志望なんで、合格発表がめちゃくちゃ早いんですよ。あのマークだけなんで、めちゃくちゃ早くて、で早稲田受けてる時に途中でも決まって、はい、でも早稲田の会場で受験、はい、昼休みに、はい、もうギャン泣きして、へえって、もう母からのメール見て、はい、で周りの人はそんな午前中そんなにできなかったのみたいな感じで見られてたんですけども、僕はただ嬉しくて、はい、あもう第一志望受かったからそこ行こうって、ね、はい、早稲田はじゃあ昼帰った、帰ってはないんですけど一応受けたんですけど全然ダメです、気持ち入んなくて。ああそうですよ、今考えたらもっとちゃんと受ければよかったと。あの早稲田の整形に関しては正直もう歯が立たなかった感じがしたんですけど、それはもう嬉しくて1年浪人して、そうですよ、ね、そこに行けるっていうのでもう嬉しくなって、慶応を受かった後に千葉で受けに行きましたから。ああ、まあ僕も名古屋は受けに行った。そこなんですよ。せっかくやってきたんだからやろうって思って、はい、受けに行ったんですけど、はい、母親はなんで、はい、なんで第一志望受かったのに受けに行くの、はい、って言われて、いや何のためにこれやってきたか勉強してきたか分かんないからだから行くって。ああそうですね。名古屋はどうして受けたの？高谷。ちょっとあえて突っ込みませんが、僕アイドルが大好きだったんですよ。お、ということは、はい、あの SKE いいですね、境にあるアイドル。はいはい、でその SKE に会いたい、そこに行きたいがために名古屋にしたんです、志望校。で SKE が好きだった、 SKE が好き今寄せました今。これ申し訳ないですけども、はい、ただの観光気分で。観光受験、はい、あの前の日は SKE のその劇場がある境に観覧車があるんですよ。はい、はい、ありますね、高いやつ。そうです、はい、そこに一人で500円払って観覧車乗って、はい、もう店員さんは大丈夫みたいな。大丈夫一人で、男一人で、もう前後はカップルですよ。なるほどなるほど、はい、なのに一人でこうやって観覧車乗って、はい、うちは誰か推しメン。いやいや、さすがにこの中では盛り上がってないですけど乗って。誰のファン？もう松井ジュリナさんが好きです。あ、総選挙すごかった。そうです、ね、1位も、ね、取らせていただいて、はい、本当にありがとうございました。取らせていただいて誰にお礼言ってファンの皆さんありがとうございましたっていう、まあ、そのモチベーションで名古屋は受けに行って。でもなんか早稲田の時と違うモチベーションだったのは、はい、私立専願で終わりっていうのが嫌だったんですよ。はいはいはい、なんかいや、お前どうせ慶応だったら2科目しかやってないでしょみたいな、それ言われるのがすごい腹立つんで、んそれを見返したかったっていうのがあって、9点受かれるんだぞっていう、なんで早稲田以上にモチベーションは高かったですね、名古屋の時は。じゃあ合格決まった後も勉強してたってことですか？名古屋に関してはしてました。じゃあ、はい、やっぱり傾向が全然違ったので、はい、そうですね、論述があったりとか、はい、そういうのはちょっとしましたね。なんかやりました、参考書とか。どっちかと英語は別にそんなに役も困らなかったんで、はいはい、どっちかというと英作、これは予備校の先生に見てもらいました。っていうのと、日本史の論述は Z 界の論述トレーニングっていう参考書を書いて、書いて参考書執筆したんすか？もうちょっと言葉だらけでした、浪人時代。ごめんなさい、それを解いて書いて、書いたのを見てもらってたっていう。執筆したらすごいことだと、はい、なるほど。じゃあ浪人時代は大してやってなかったけど、はい、先生は使ったと。そうです、先生を使うために行ってたみたいな感じすごいじゃないですか。でも当然ね、受かったら家族会議ですよね、はい、迷いましたね。で僕はどういう視点で考えてたかというと、はい、その時は SKE の松井ジュリナさんは名古屋を拠点と活動してて、でそこからたまに東京に番組があったら行くみたいな、うん、だったんですけど、松井ジュリナがどうやら東京にも拠点を移すんじゃないかみたいな。ほう。でその時に僕も、うん、僕はじゃあどっちを拠点にした方がいいんだと。なるほど、むちゃくちゃな悩み方ですねはいはい、はい、なって僕はそこを先読みして、いや今後おそらく彼女はもっとビッグになるだろうから、いずれ東京が拠点になるっていうことで慶応を選んだら、まさにその後兼任が決まって東京拠点になって、なるほど、はいはい、でまあうまくいったということですね。韓国拠点になりそうでしたけどねいやあの番組のせいで妙に詳しいのは何なんですか。でもこんなアイドルで決めたっていうのは使えないんで、じゃあちょっと真面目にっていうのがまあ一理あって、ね、一理ありましたが、まあ、9割ぐらいですか、ね、いやいやだいぶありますけど、はい、まあ実際のところは、はい、親は
好きな方に行っていいよって言ってくれてたところがあったんで、さっき言った理由で東京に行ってみたいっていうところと、文系だったら就職とかのことを考えたら慶応でいいんじゃないかという結論に、はい、で反対はやっぱされたでも、うん、まあお金の面はねっていうふうには言われました。そうですよね。でも国立、はい、でも必ず名古屋に行けっていう感じではなかったです。やっぱり自分が1年間頑張ってきたのはその慶応のためだったんで、はい、そこはそこを重視してくれて。なるほど、はい、でも考えることもありますよね、絶対名古屋大行ってたら。たまにあります。あ、名古屋大行ってたらどういう人生だったのかなって。そうなるともう愛知に住んでたのかなとか、今も、あ、今も、はいはい、とかって思っちゃうところはありますけどね。ね、愛知、ね、でも人生結構変わったと思うんですよ。愛知に愛着が湧いてかもしれないですね。うまいこと言いますね。今回はたくまさんにおいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。